です。今回はちょっともう夏っていうことで、あ、そう、髪切りました。はい。でね、そう、夏はね、俺ね、髪短くて冬は長いみたいなスタイルです。はい、どうでもいいけど、今回は暑いんでサンシェードを買いました。スバルのやつを買いました。なんでスバルのにしたかっていうと、まあSTI かスバルで迷ってたんですけど、 STI のやつかっこいいんですけど、サイドがついてないんですよ、横が。で、横欲しいなーっていうのがあって、横だけ別で買えよって思うかもしれないですけど、やっぱ一つにまとめたいじゃないですか、収納を。で、統一性が欲しかったんでスバルのにしました。早速開けていきます。うわっ、うわ、やばい、ワイパーが動いた。あ、元気がいいな。うわっ、ういっす。ちょっと画角があれだな。ちょっと GoPro 忘れちゃって iPhone で撮ってるんですよね。はい、で、そう。で、スバルの、これ純正のやつなのかな？こういうやつ。スバルオリジナルサンシェードサイドカッパー付きアイサイト対応、対応車種レガシー BMBR レボーグ VM ダブル RX VA インプレッサ GPGJ スバル XVGP フォレスター SJ に対応です。取り付けの方法がいろいろ書いてあるね。とりあえずフロントをちょっとつけようか。これだね。俺のアイサイトついてないけど、アイサイトって書いてあるわ。アイサイもいないけど、なんつって。あ、この馬が邪魔だな。こいつが、こいつも取っちゃおうかな。レッドファルクス、お世話になった馬。あ、なるほどね。ここ真ん中にこれがついてて、ミラーをかわしてペッとやる感じね。うわ、ドラレコが邪魔くせー。ドラレコ邪魔くせえな。わ、で、これでこうやって押さえるみたいな。こっち助手席用のミラーもついてるからさ、助手席乗る人がうるさいんですよ、すぐ後ろ見たいって。はい。あ、すごい今日ね、外気温34度あるんだけど、これやるだけで結構違うかもしれん、ほんまに。いやー、あと横だね、横やりたいね。横を、これどっちが表とかあんのかな、裏とか、どっちだろう。わからん。おい、説明書を見ればわかるか。あー、わかったかも。これ逆だ、こっちだな。ここの、これ見える。
ここになんかピロってついてるやつをなんか刺すっぽいっすね。ここに間に間に刺す。あーすげえ、窓のとこにこうやって。おーすげえ、刺さる。ぶっ刺しって感じだねこれ。あ、そういう感じ。あ、すげえ。お、すげえ。これ、でもここ下がピラピラしてんのはこれどうすんの。こっちはこれはどうにか止まらんけん。ここにここ欲しいね。ここもどうなっちゃってんのこれ。なるほどね。今ね、とりあえずつけたんだけど、こういう感じでいい感じなんだけど、ここがね、こういう感じになってて、これをここにこうやってやればいいのかな。ここにこういう感じ、無理やりみたいな。なるほどね。はいはいはい、こういう感じで。でね、刺すところがここのね、これがここに刺さるんよ。ここの間に、隙間にこうやって。あ、すごい。あ、すごいね。でもここはこうブラブラしちゃうから、まあここになんか突っ込むか。っていう感じ。いや、涼しくなった。こっちもやろうか。じゃあこっち側もね、ちょっとつけていきます。早速刺していきます、こいつを。ブス、オーイエス、オーイエス、オーイエス。はい、こんな感じでこっち側も完全シャットアウトしました。はい、いや涼しいわ。結構全然ちゃいますわ。ただここにこんな感じになってるのがね、ちょっとやだ。ここもちゃんと、これ説明書みたいな、なんか書いてあるか。ここはどうやって止めてんねん。だけどすごいきついんだけど、あ、こうおう、こういうことね。あー、なるほどね。あ、最高やん。あ、最高。あ、なんかね、前の子はね、ここちょっと結構ゆるい子みたいで、すぐ取れちゃうんですよね、前の子だけ。何なんでしょうね。うわー、すげえわ。あ、いいじゃん。あ、いいね。完全シャットアウトですよこれ。これ僕普段バイクで通勤してて、WRX は青空駐車をしちゃってるんで、ちょっと日焼け防止とかでちょっと欲しかったんですよ、買ったんですよ今回。
っていうのもあって、あとはまあレジャー行ったり、あのスーパー GT 行ったりすると特に暑いんで、車で休憩するときはやっぱサンシェード欲しいなと思ってたんで、もう夏にもなったし、で、あとそう ZE40 を買ったあの PayPay のポイントで今回買ったんで、1万1000円とか2000円ぐらい、ちょっと覚えてないんですけど買ったんですけど、実質ただです今回。はい、なんで満足してます。はい、まあ、こんだけこの視界をカットできれば、あんなことやこんなこともまあしないですけどね。はい、という感じでいい感じに光をシャットアウトしております。はい、いや、いいね、すごいわ。今ちょっと外から撮ってるんですけど、こんな感じでいいね、完全シャットアウト、イエーイっていう感じです。ちょっと外れかけてる。はい、でね、あとね、純正ステアリングカバーだと思うんだよね、これ。純正の人、あの俺のやつはこれ多分大きくて入らないし、ハンドル取れる、日陰に置けるから別にいらないかなっていう、熱くならない、はい、という感じです。なのでこれはまあ袋しまうのに使うので、はい、ちょっとしまいたいちょっと取ろうか。いるんだよね、多分。こうかな。あ、来た来た。いけたね。だってこっちも、こっちは一気に2枚まとめて一気に。ねじって、なんか変だな。あ、まあでもなんか、あ、こうだね。これでしまえる。オッケー。あとはこれをどこに置いとくかだね。これを足の下とかに入るかな。あ、入るわ、足の下に入る。まあ車運転出す時にこれをしまう時間が増えちゃうんですけど、僕暖気必ずするんで、しまう時間はあるんで、まあいいかなという感じです。という感じで以上です。レビューは、サンシェードのレビューは以上になります。はい、